全てで言いますと建物が、まあ、大小合わせて大体30ちょっとの建物があるんですけど、まあ、状況で言えば大なり小なり全て被災はしています。でその中でも例えばこの後ろの善越楼というこの回廊ですよね。これはもうご覧のように完全に倒壊をしてますし、その後ろにあるこれ白山井戸、これも文化財ですけどこれも倒壊してますし、でその他にもやはり半壊であるとか、うん、その程度同程度のものがたくさんあるということで、まあ、前回に比べても被害の建物の数は多いと思います。そうですね、まあ、正直言いまして復興に関して言えばまだ何も決まってないというのが正直なところです。うん、ただ、まあ、やはり本当に当初発災当初はやはり復興本当にできるのかなって思いはありました、私自身。うん、もうこのままもう無理なんじゃないかなっていうものもありましたし、やっぱり絶望感っていうのも非常に大きかったです。でやっぱり自分がその今までいろんなところの取材とかで復興できないんじゃないか的なことを発信することによって、やっぱり町の人たちがそれが噂としてお寺がなくなるんじゃないかっていう噂まで出てたんですよね。もうそれ逆に私聞いてびっくりしたんですけど、でもそれぐらい皆さん不安の中でいらっしゃるっていうことなんですよ。でそれをやっぱり状況を見た時に、やっぱりお寺としてはその復興の規模とかその形っていうのはまだ決まってないですし、今後どうなっていくかっていうところはまたいろいろ協議をしたりしなきゃいけないですけど、少なくても復興ってものを行っていかないと地域と一緒に歩むお寺としてはやっぱりその使命を果たせないんじゃないかなっていうものは感じます。見てる通りこのように角度わかりますか。角度おそらくこれ30度傾いてます。どうぞ。はい、頭気をつけてください。で地震の時はここにいました。はい、ここで子供らと一緒にテレビ見ながらくつろいでました。夕飯前の、そうですね、こうちょっとのんびりした時間、そうのんびりした時間ですね。夕方4時何分なんでね、はい、でもう見る見るうちにこう斜めになって、うん、もうこの仏壇の扉もこう飛んできたんですよね。で部活でしょ、中学校の息子ので、これ消防団の出初め式です。これ中止になりました。もちろん、いやーなんか今見るとなんかすごいね時が止まったかのようですよね。もうダメだって思ってる人もやっぱり多いんですよね。うん、でその中でこうまたネガティブな話するとさらにこうネガティブのスパイラルに入ってしまうんで、ネガティブな人ほどポジティブな話をしようと思ってます。そうするとちょっとなんか元気になったって言ってくれたりね。避難所の環境が、まあ、改善されてきた時にもう自分自身がもうずっと休んでなかったので体調悪くなっちゃって金沢に二次避難してちょっと休んでたんですけど、まあ、やっぱり金沢いいなってやっぱり思ったし、水が出て電気があって、うん、ご飯も食べれるっていう状況ってすごいいいなって思ったんですけど、でもやっぱり考えてることって今後の門前で何ができるかとか、門前にこれがあったらいいかなとかって考えとることは金沢に行っても一緒だったから、それだったらもう別に金沢行かなくてもこっちに考えようって思ったし、私の中ではこの商店街なら活性化できるって思ってるんです、復興できるって。なんでかって言ったら元々のつながりがあって、で門前のことが好きな人がみんないて、でまあ2007年に1回地震があって1回復興してるから、そのなんだろうな、もう1回やらんといけんのっていう辛さはあるんですけど、
地震が起こったから悪くなったかって言ったら、まあ町は悪いけどこう、ね、見た目とかこう水が来ない電気がとかいうのはあるけど、人間関係的になんか悪くなってはないと思うから、みんなが無理しなくって、なおかつ楽しみんなが楽しめること、店主が楽しめばその店に人が集まると思うし、なんかあのいろんな移住の方々とかってやっぱり門前が好きとか門前町の人が好きっていう風に移住してきてくださるから、その場を壊さないようにっていうか続けていく、ことをしたいかな。